皆様こんにちは、あずみです。今回緊急でうちのボスからペイペイのことについて皆様にお伝えした方がいいんじゃないかということで今動画を撮っています。でまずペイペイとは何かというところなんですけれども、これ電子マネーです。で一部ではかなりのお祭り騒ぎになってるみたい でうちのボスもこういうの大好きなんでお祭り騒ぎ真っ只中です。で昨日から家電量販店さんなどでも使えるようになったんですけれども、まあ使える加盟店こちらに載せておきますね。でそういうところって電動工具がということでね、私も今回ちょっと探してきたんですけれども、私は見つけられませんでした。でよく使うところだとファミリーマート、ここでも使えるということです。で何がお祭り騒ぎかっていうところなんですけれども、これね私も聞いてすごくびっくりしました。100億円をくれるそうです。ただこれみんな一人一人に100億円がもらえるわけではなくて、まあ簡単に言うと商品を購入すると 20% 分のポイントバックがあるみたいです。でさらにですね、ソフトバンクユーザーなら10回に1回、これね全額のポイントバック、これすごいですよね。すっごい驚きました。で2、3日前からうちのボスもねずっと買うかどうしようかって悩んでいたものがあるんですけれども、 YouTuber の瀬戸康史さんもレビューされているもので、オズモポケットという小型のね本当に手ブレ補正の効いたカメラがあるんですが、それをねペイペイでナスさん購入しました。でこれ通常 Amazon さんなんかだと 44,895円で販売しているんですが、実質 33,021円で購入できたそうです。カメラとか大きなものを買う以外にもビッグカメラさんにはドラッグストアやお酒コーナーというところもあるので、日用品だったり私の大好きなね銀のやつだったりっていうのを購入する際にも 20% 分のポイントがつくそうです。普段値下がりしないようなもの、例えばリンゴのマークのあれとか、火をつけてね煙がもくもくするやつとか、あと私も大好きな銀のやつとかね、そういうものでも何でも 20% のポイントがつきます。もうとにかく今現状がねお祭り騒ぎなので、一応今のところ3月31日まではこのキャンペーンをやっているそうなんですが、その前にね100億円がなくなってしまうかもしれません。もし興味があるという方はお早めにお買い物されてはいかがでしょうか。ということで私もアプリを入れてみたいと思います。まずアプリをダウンロードしてみたいと思います。 Google Play のこの辺かな、はい、ここにありました。無料のところ、それと急上昇、ここにありますね。これをタップします。インストール、ちょっと待ちます。はい、では開きます。はい、これで登録ができました。でこの時点で500円分ポイントがもらえるんです。さらにこれねチャージで5000円以上で1500円もらえるそうです。 PayPay の中に明日5000円入れてくるので7000円分のチャージが完了します。であとはね加盟店でこのバーコード、これを見せるだけでお買い物ができます。ただ3万円以上のお買い物する場合は身分証明がいるそうです。ちょっとねお祭り騒ぎが大きすぎてシステムエラーなども起きているようですが、後からしっかり処理もしてくれるようなので安心ですね。私個人的には何か高価なものを買うとかいうことではなくて、普段使いできるものだったりとかね、あと買い替えようかなって思っていたもの、そういうものをねこの機会に買っていこうかなと思っています。それとね電動工具売っている家電量販店知っている方、コメントで教えていただけると嬉しいです。この動画を見ていいなと思っていただけた方はグッドボタンを、チャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録お願いいたします。それではまた見てください。ありがとうございました。